今ね、百軒山渓谷っていうとこ来てるんですけど、全く誰もいないですね。だいたいね、紀伊田辺から白浜あたりから車で1時間半ぐらいで着きましたね。それぐらいで行くんでしょうか。駐車場結構広くて、トイレもあって、後ろに見えてるあれが百軒山の山だと思うんですけど、あれちょっと登ってみたいんですよね。行ってみましょう。トレッキングマップってなんかこういう、こっからこう登っていってみようか。多分あの上登っていくと思うんだけど、僕らあそこが入り口かな。多分あそこが入り口だと思うんだけど、あ、なんか入り口見つけた。こっちだな。書いてるんだ。入り口ってなんか滝があるのかな。こんな感じ。あの上か。おお。違うとこ撮影するつもりだったんだけど、なんだか紅葉がね、11月だからあるかもしれないけど、急遽こっち来たんだよね。だから紅葉綺麗で撮れたらいいんだけど、何口来た。うわ、もう今これないかもしれないね。滝っていうのが 30m って書いてるんだけど、多分この階段登っていくんだろうな。すごいね。岩の間に階段が、うわ、こういうことね。いやー、あー、これか。すごいすごい。ちょっとあの虹がかかってるの見えるかな。ほら、虹。いやー、なんかね、なんだろう、多分映像より生のリアル感がもうすごい。生で見るとダイナミックな感じするね、多分ね。実際来てみるとすごい迫力ある。12キロ、岩にしよう。登り切ったら橋があってさ、面白い。ここ本当綺麗だわ。橋が。綺麗だわ。
滝があるみたいで、本当はこのこっち側に進めるらしいみたいなんだけど、こっちにもほらなんか手すりがあるから、あっち行ってみよう、こっち行ってみようか。神霊淵っていうとこ着きました。こっちかな。この岩も向こうかな。すごい綺麗な場所だ。これ泳ぐと気持ちいいだなこれ。足腰、普段歩いてる人じゃないと、ちょっと結構きついね、上りにしろ、ああいうところをね、こういうとこ渡るんだよな、今、ギリギリのとこ渡ったんだけど、こういうので。普段歩いてるってじゃないと結構きついよね、これ。こんな感じです。でももうすごい綺麗だよ。ああ、最高です。楽しいよ、本当ここは。あ、吊り橋来た。これいるのが楽しい。いや、最高。あ、いいなんて言ってる。一応これ帰り道、森の中の道、右に行けば帰るし、違う道で帰るんだな、これの。で、元に帰れば、でここからさらに雨乞いの滝